白衣白衣は、霊場巡礼の際に着用する白い上着である。はっぴと同じように袖のついたものが普通であるが、ベストのような袖なしのものもある。元来は、おいずりといって、昔は巡礼の際に観音像を背負って歩いたが着物が、観音様が直に触れてはいけないとして、白い布の間に当てたのが起源となる。白は、汚れなき心を表し、様々な悩み、迷い、 汚れを落とすという意味も持つ。その後近代になって死に装束である強化扉ラの代わりに着用するという考えが生じた。これは厳しい旅が続く巡礼中は死と隣り合わせであるからどこで死んでもそのまま葬ることができるように死に装束を着る。または死に装束で他界を行くものであることを象徴し巡礼者は一度死んだ者として霊場を巡り新たな生を得て蘇る。 といった発想に基づくものである。巡礼者が白い鉄鋼と脚ンをつけるのも死に装束に準じているものと言える。範囲は白衣ではあるが、巡礼中に着用するものではなく、札所で主因を受けるものである。自らや親しい者が亡くなった際に主因を受けた範囲を死に装束として着用させると極楽へ行けると言われる。無事の白衣もあるが、 普通は、背の中央に縦に文字が入る。観音霊場巡礼の場合には、ナム観世音菩薩。遍路の場合には、工房大師の宝号、ナム大師返上混合が一般的だが、宗派によって、ナム阿弥陀仏、ナム妙法蓮華行のものを着用する場合もある。ありがとうございます。